スイスインターナショナルエアラインズの本部、東京事務所冬の中立飛空港に集まる、スイスインターナショナルエアラインズスイスインターナショナルエアラインズは、スイスの航空会社、通称、スイス。旧スイス航空グループのクロスウェアが、破綻したスイス航空を継承し発足した航空会社で、現在は、ルフトハンザドイツ航空の子会社である、スイスの中立飛空港をベースにし、 ヨーロッパ各国をはじめ世界各国に路線網を持つ。IATA 航空会社コードは旧クロスエアのコードの LX。ICAO 航空会社コードは旧スイスエアの SWR を引き継いでいる。スターアライアンスに加盟している。日本における事業所は東京都千代田区の三能パークタワー RX にある。旧ロゴ2002年3月31日にクロスエアが名称を変更して、 運行を開始。当初は巨額の赤字を計上する苦しい出発だったが、経営の合理化を図り年々赤字額を縮小。2006年には初の営業利益を計上するまでに回復した。当初から他の大手航空会社との提携の可能性を探り、イギリスのブリティッシュエアウェイズと提携し、ワンワールドへ加盟準備をしていたが交渉が決裂。 2004年6月3日には、マイレージサービスの統合に同意できないとして、提携を行わないことを発表した。その後ドイツのルフトハンザドイツ航空と、提携、2005年3月22日にはルフトハンザが、同社を買収する意向を発表し、2007年7月1日に、完全に、ルフトハンザの子会社となった。この間、2006年4月にスターアライアンスに加盟した。 マイレージプログラムは、旧スイス航空。2008年2月8日には、スイスの旅行会社、クオニトラベルより、エーデルワイス航空の営業権の譲渡を受けて、同社を子会社とした。2015年3月12日に、B777-300ER を3期、追加購入する意向を表明した。これらの機材更新により一層の、ブランドイメージ向上を目指すとしている。 2019年9月現在、スイスインターナショナルエアラインズの機材は以下の通りである。2016年にボーイング777から 300ER を受領した際、旧スイス航空のボーイング社顧客版記号57でなく、新たにデが代わりに割り振られ777、3D イヤーという形式になった。 1982年の旧スイス航空の747-357以来のスイス向けボーイング製旅客機となり、その間アメリカ製の旅客機はマクドネルダグラス製の MD-11 のみであった。機種によって子会社のエーデルワイス航空とお互いの機材でやりくりすることがある。スイスインターナショナルエアラインズは過去に3回塗装が変化しており、 初代塗装ではエンジンにもロゴが書かれていたが、二代目以降はこれが省略され、さらに三代目塗装ではスイスの文字が明らかに大きくなり、その横に書かれていた小さい文字もなくなった。スイスインターナショナルエアラインズの就航国、ファクツフィギュアス。スイス .com2015 年9月30日閲覧。利用規約と法律上の注意事項。 スイスインターナショナルエアーラインズ2015年10月5日、閲覧。保有機材私たちがおすすめする理由スイス。www.swiss.com2019 年10月7日閲覧。https、スイス、ニュースマークット .com、イングリッシュ、プレース、リリーシズ、ニューデスティネーションズ、S、199bit 3 5 5 1 e b q ビットから 4F94B6bitB-QFA, BF8 フォルティシモ2 6 5 c h t h t t p s スイスニュースマークット .com, イングリッシュ、プレス、デリリーシズ、ニューデスティネーションズ S、1 9 9ビット3 5 5 1 e b 9ビットから 4F94B6bitB-QFA, BF8 フォルティシモ 265C, ありがとうございます。